ベーラング・サファリはイランテヘラン出身のサッカー選手。元スウェーデン代表。ルンド所属。ポジションは DF、MF。イラン・イラク戦争の影響で2歳の時に会計士の父と教師の母と2人の兄弟と共にスウェーデンへ脱出。まず、ヘガネスという小さな町に定住し、5歳の時にルンドへ移住した。 1992年にアマチュアクラブのルンズ SK の下部組織に入団し、様々なカテゴリーを経て4部を戦うトップチームまで上り詰めた。その後、丸目 FF の下部組織と対戦した際に関心を寄せられ、相手クラブの監督からの誘いで、下部組織の合宿に参加し、契約を結んだ。2004年のシーズン前に丸目 FF のトップチームと契約を締結し、 同年7月に途中出場の形で、プロデビュー以降は3試合に出場。また、トムプラール監督の下で、最初のシーズンでリーグ優勝を経験した。2006年から出場機会が増えたことで、ウルリヒ・ビンゼンツ、ヨナス・サンドク・ビスト、マルクス・ポーデ、アンデシュ・アンデションといった中心選手と共にプレーし、2007年からは居場所を完全につかみ、 2008年も対談するまでの全11試合に出場するなど主力として貢献した。2008年6月15日にスイスの強豪 FC バーゼルへ移籍したことが発表され、翌日にバーゼルの公式サイトでも発表された。同年7月23日のグラスホッパークラブチューリッヒ戦で初出場し、7月30日に UEFA。 チャンピオンズリーグ2008から09予選2回戦のウレビデのイフックヨーテボリ戦で欧州カップ戦に初出場をした。1シーズン目はクリスティアン・グロス監督の下でリーグ戦36試合中34試合出場し、左 SB の主力を務めた。2009から10シーズンは10年指導してきたグロス監督の代わりに加入したドイツ人のトリステン・フィンクシン監督の下で、 ベグフェラティ、ダビド・アブラーム、サミュエル・イン・コーム、チャーダ・シュアタンと共に守備陣を支え、最終節で勝ち点が並ぶ BSC ・ヤング・ボーイズとの直接対決を制し、クラブの13回目のリーグ優勝に貢献。2010年2月7日の BSC ・ヤング・ボーイズ戦で移籍後初得点を記録した。また、2部の FC ・ローザンヌ・スポルトとのカップ決勝では、バレンティン・シュトッカーの二得点。 ジェルダン・シャチリ、ジャックズは、スコット・チッパー・フィールド、ベンヤミン・フッケルの得点で力の差を見せつけて、優勝し2冠を達成した。2010から11シーズンは予選を経て、クラブ史上3度目となる UEFA、チャンピオンズリーグに出場。サファーリは、グループリーグ全6試合に出場し、奮闘するもバイエル・ミュンヘンとエース・ローマの壁は、高く敗退。 3位での敗退だったため UEFA ヨーロッパリーグ2010から11へと回ったが、ラウンド32の FC スパルタクモスクワ戦で敗れ、早期敗退した。一方の国内リーグでは、第31節の FC シオン戦で敗北したことで、苦しい状況となったが、残り5試合を3勝2分けの無敗で乗り切ったことで、FC チューリッヒとの勝ち点差がわずか1上回り、リーグに連覇となった。 2011年5月30日にベルギーの強豪 RSC アンデルレヒトと3年契約を締結。7月29日のオールーベン戦で遺跡後初出場を飾り、8月18日に UEFA ヨーロッパリーグ2011から12予選のブルサータトゥルクスタジアムでのブルサスポル戦でアンデルレヒトでの欧州カップ戦デビューをした。同シーズンにリーグ優勝を経験した。 2013から14シーズンよりバーゼルに復帰するとリーグ戦では自身3度目のスーパーリーグ優勝に貢献した。スイスカップにおいては決勝戦で FC チューリッヒに延長戦の末にのゼロで敗れ国内2冠はならなかった。同シーズンの UEFA チャンピオンズリーググループステージ3位となり UEFA ヨーロッパリーグに参戦し準々決勝まで勝ち進んだ。 翌シーズンは左サイドバックとしてプレーし、リーグでは自身として6年連続7度目の優勝を果たした。UEFA チャンピオンズリーグではグループリーグ最終節であるアウェーでのリバプール FC 戦を1-1で終え、同クラブを抑えて決勝トーナメントに進出した。このシーズンはパウロ・ソウザのもと全65試合中41試合に出場した。ウルス・フィッシャーが バーゼルの新監督に就任した2015から16シーズンでも同クラブにおいて自身5度目のリーグ優勝を経験した。2016年1月18日、2015から16シーズン限りでバーゼルとの契約が満了することに伴い、シーズン終了後に丸目に復帰し2020年までの契約を結んだことが発表された。 2008年1月の新善試合ツアーで招集され、コスタリカ戦、アメリカ戦、トルコ戦の全3試合に出場。デビュー戦となったコスタリカ戦では、サファリのクロスからサミュエル・ホルメーンがボレーシュートを決め、勝利した。2010年10月12日にアムステルダム・アレナで行われたユーロ2012予選のオランダ戦では、1点のビファインドを追いかける中で、 サファリのスローインのミスを、ベスレー・スナイデルにボールを拾われてしまい、そこからアンドレアス・イサクソンが守るゴールに向かう、フリーのイブラヒム・アフェレーに得点を決められ、0から2とリードを広げられた。最終的にチームは1から4で敗北し、サファリはこのミスもあり、ハーフタイム中に、オスカル・ベントと交代させられた。6スカファン・ビンナ・ IRAB、インタビュー・ウィズ・ベロング・サファリ。 ベロングサファリランナー、マルメ FFFCB、バーフライテッドミッドジアイラベトウントサファリーズバイノイエ、スピーラー FC バーゼルイスト、チュバイツアーマイスター、ベロングサファリベクセルトナーハベルギンズアンダーレクト、バーセスパーアンダーレクトラインプス、フォトスフォームシュピールゲーゲンローザンヌゾービデン、アンスコーリアセンドンフェイアーライチカイトン。FC バーゼル1893、2016年7月9日。 閲覧。デア・メイスター・フレイタグ・イム・ブンテン・ザイトラファー。FC ・バーゼル1893。2016年7月9日。閲覧。リバプール1-1バーゼル。BBC ・スポーツ。2016年7月9日。閲覧。エス・イスト・フォルブロクとデア・ FC ・ビー・イスト・ツーム19。マル・マイスター。FC ・バーゼル1893。2016年7月9日。 閲覧。バルコーマンティルバッカティル、マルメ FF、ベロングサファリ。マルメ FF、2016年7月9日閲覧。ベロングサファリオムランドスラグスプラットソンをライクティナ、パーフェクト、ネザーランズシーオフスウェーデン。ありがとうございます。